ったくじゃ。わしは医者じゃ。見せてみ。つい先ほどから急に腹を抑えて苦しみ出して、こりゃいかん。盲腸？腹の腑が炎症を起こす病気じゃ。乱歩医師か治せんしろものじゃ。そんな。とにかく急いで運ぶがぜよ。おい、誰かこの子。上司様じゃ。来ない時に、なんちゅうことぜよ。何をする気ぜよ。待て、女、どこへ行く気ぜよ。この子が腹の腑の病気に。おお、それで今すぐ乱歩医のところへ行かないと手遅れに。ですからここをお通しくださいませ。そら大変な話ぜよ。なあ。おお、大変じゃ。腹の腑の病気か何か知らんが、手遅れになったらなったで、それがその子供の寿命っちゅうことぜ。腹痛程度でずうずうしい女子じゃ。わしら上司の横を素通りできると思ったかか。そんなに上司様は偉いのですか。何？私は大津藩の出です。4年前この土佐藩の豪氏のところに嫁ぎました。でも土佐はおかしい。大津なら武士は人を助け、こういう時には誰よりも親切にしてくれたというのに、同じ人間なのにどうして。女子様のお通りはこの子の命より重いんですか。豪氏の嫁風情が何を抜かす。そうじゃ、土佐では上司が絶対。わしらに逆らうことなど許されんのじゃ。たく、とさはいちいち俺を苛立たせる。な、何者ぜよ恩師。とさ藩豪氏坂本龍馬。豪氏じゃと。
孔子の分際で恩赦。早く行け。しかし俺は根っからの土佐人だ。上司連中の性根は知り尽くしている。こいつらにはいくら道理を説いても通用しない。恩赦。こうするしかねえんだよ。その子の命を助けたいのならな。ありがとうございます。ご神ごときがどうなるか分かっちゅうがか。ああ上司様に刃を向けたりはしねえ。間違って殺してもしたら仕返しにこの町ごと焼き払われかねないからな。なんじゃと。後で報いは受けてやる。だがお前らにも女を殴った報いを受けさせてやる。この命知らずが。かかってこい。ぬるま湯育ちのお前らに痛みってもんを教えてやる。しもたちや、あの兄ちゃん。答えな。俺だって分かってるさ。この土佐で上司に逆らったらどうなるかなんてことはここにいる誰よりずっとな。何事だ。江戸から土佐に戻って早々なんであんな真似をした？ん？どうして下級武士の分際で上司に立てつくような真似をしたのかって聞いてんだ。ん？いいか、江戸帰りで忘れちまってるなら思い出せ。ここ土佐で身分は命より重い。理由が何であろうが、相手が女子供だろうが、上司に逆らえば罪になる。江戸じゃ剣を修行したそうだが、それも水の泡だ。上司に手を挙げれば全て終わり。お前に待っているのは死罪だ。恨むなら土佐を恨むんだな。あんたは悔しくないのか。何と言った。あんたも俺と同じ孔子だろ。孔子ってだけでバカな上司にも頭下げなきゃならない。あんたは悔しいと思わないのか。一緒にするな。俺は白札合子だ。合子ごときと同列に語るんじゃない。お前ら合子は道端の石と同じだ。
蹴られても捨てられても文句は言えない。そこまでだ。誰だ？お前が言うところの石を蹴れる側の人間だ。何？まさか。江戸に追わす大殿、山内陽道の懐刀とでも言えばわかるか。三世吉田東洋様。悪いがこの石ころわしの方で引き取らせてもらう。ですがしかし、わしがこの土佐で最も規律に厳しい男だということを知らぬわけではあるまいな。それはもちろん。裁きとなる前にこの手で殺したいのじゃ、この無礼な石ころをな。承知つかまつりました。ということだ。覚悟せい、坂本龍馬。いや、我が息子よ。それにしても随分丹念に痛めつけられたものだな。おやっさん、ほれ。何も言うな。今他の老番に見つかったらことが台無しだ。今す。でもどうやって。心配ない、出口まで人払いしてやる。だが短い時間だ、急げ。詳しい話は後だ。お前はここを出たら町で腹が隠れか。忘れたのか。場所は町。わかった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。なんか食べていくかい。また飲んだ。いらっしゃいませ。ちょっと気ぃつけてよ。大丈夫ですか。さあ、坊やも行った。わ、危なかった。危なかった。
どうも。おっと、危なかった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。また来てや。寄っていけや。危なかった。損はさせない。危なかった。お兄さん元気かい？よかったら店に寄っていってや。今日もいい天気やね。危なかった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。寄っていくかい？安いで。いらっしゃいませ。寄っていきや。どれをこうたち満足で。どれも新鮮。Hmm.
高知城で格式ばった連中と飲む酒はまずくてな。酒はここで飲むに限る。おやっさん、どうだ龍馬、傷にしみるかもしれんが数年ぶりに飲まないか。しかしせっかく江戸にまで出してやったのにな。剣の修行じゃ性根は鍛えられなかったか。土佐に帰るなり。相変わらずなのは土佐の上司たちの方さ。しかしお前を逃がしたことか。おやさんは土佐のさ、土佐のお偉い老人たちのことか。だが問題ない。さっきの老番は白札合子だ。面倒を起こし。どういうことだ。白札は合子と上司の中間、つまり何かあればすぐ合子に格を落とされる。それがそうやって権力にこびるようなやつは大した度胸もねえさ。そういうもんか。ああ、お前みたいに後先考えねえで上司に対しても逆らえるやつの方がよ、国を預かる賛成としてはな。しかしこの場所もふる。ああ、だが思い出すな、もう10年以上経つか。ああ、上司に身内を殺され行く当てを失った子供たち、わしはそんな子供たちをほんの少しでも引き取ろうと塾を作った。俺は今でも不思議に思う。どうしておやっさんは上司でありながらあんなことをしたんだ。さあどうしてだろうな。だが一つ言えるのは、わしは土佐が大嫌いだってことだ。嫌い。ああ、土佐は階級が絶対的な国だ。武士だけでも上司、白札合子、そして合子の3階級が存在する。土佐藩は同じ武士であるはずの人間にそういった階級を与え、身分の壁を作ることによって藩の秩序だが、本来武士も農民も商人も女も子供も全ては同じ人間。ああ、だからわしはそんな土佐に恨みを持つお前たちを塾に引き取った。土佐を変えられる人間を育てるためにな。土佐を変えられる人間。そうだ、階級という制度に飼いならされた人間。
わしはな、リョーマ。お前は15年。おやさ。ん？じゃあどうしておやさんは藩の仕事をしているんだ？ふん。藩の賛成ってのは土佐の階級制。そうだ。わしは土佐で最も身分や階級。龍馬、竹地にはもう会ったか？兄弟に。いや、まだだか。お前が留守にしている間、あいつには重大な仕事をしてもらった。仕事？ああ、土佐勤王党という組織を作らせた。土佐勤王党？今の土佐藩の体制に不満を持った豪士を中心に500名。名目上勤王とは謳っているが、その思いは一つ。それじゃあ勤王党の敵は土佐藩ということか？わしはな、龍馬、その勤王党の力で土佐をぶっ壊そうと思ってる。壊す？そうだ。わしがこの塾で息子同然に育ててきたお前ら二人、武市半平太、坂本龍馬の手によってな。龍馬、武市に会いに行け。そして土佐勤王党に入るんだ。とにかく詳しい話は竹地にあって直接聞いてくれ。わしはそろそろ城へ戻らねばならん。今兄弟はどこにいるんだ？町で土佐勤王党の竹地といえば知らない奴はいない。だが、ん？弟子入りしたい。酒に溺れ